はい、どうも星です。今回はですね、うつ病の診断から5年が経ったんですよ。でその5年が経った現在の心境っていうのをちょっと語っていこうかなと思ってます。で私の診断が出たのがですね、2014年の8月なんですね。でこの動画を撮影してるのも2019年の8月なので、まあ、ちょうど5年経ってるって感じでしょうかね。私はあの当時あのサラリーマンやってたんですね。システムエンジニアっていう仕事を名古屋の方でやってまして、まあ、たった半年ぐらいですかね、半年ぐらい働いて、まあ、すぐ診断が出ちゃったって感じなんですよ。まあ、半年も働いてないですね。2014年の8月なんで、入社したのが2014年の4月とかなので、まあ4ヶ月5ヶ月ぐらいですか。それで、まあ、診断が出ましたと。まあ、他の動画でも多分語ってると思うんですけど、会社入る半年ぐらい前からなんかその社会に出る不安みたいなのがあったのかもわからないんですけど、ずっとなんかね、微熱が続いてた時期があったんですよ。なんか謎の微熱がね、7度5分とか6分とか、平熱が6度5分とかなんで、まあ普通に風邪ひいたら7度台とか入る人なんで、なんでずっと風邪みたいな微熱が続いてんのかなっていうのがねあったんですよね。あと激しい肩こりと首こりですかね、まあなんかちょっとゲームしたら吐き気がするぐらいの結構激しいものがあったんですよ。で今思うと、まあ、それがなんかちょっとうつ病のなんか危険なサインというか、そういうのだったかもわかんないんですけど、まあ、結局その会社に行けなくなるまで、まあ、ギリギリまで頑張って、でついにはちょっとダメになっちゃったっていう感じだったんですよね。でその診断が出たばっかりの時っていうのは本当にめちゃくちゃ調子悪かったんで、まあ、正直言ってあんまり覚えてないんですよ。まあ、覚えてるのは、まあ、ほとんどご飯が食べられなかったっていうことと、まあ、水はなんとか飲んでたんですけど、その冷蔵庫までとりあえず歩いていくのが本当にめんどくさかったんですよね。で8月とかなんで普通に暑いじゃないですか。まあ、エアコンは入れてるんですけど、本当に動きたくないなっていうのがあって、まあ、ベッドの近くに常にね飲み物を置いてたって感じだったと思います。で私そのラッキーだったのが、当時の上司がですね、結構うつ病に理解のある人だったので、うつ病の診断が出て休むってなった時になんか責められることもなかったですし、なんかその手続きとかも全部やってくれたんですよね。代わりにやってくれて、いや本当に助かったんですよ。で時々なんかね、あの家に様子を尋ねに来るんですけど、その時になんかちょっとゼリーみたいなご飯とかも買ってきてくれてて、まあ、ちょっとその時の俺もまだ言えてないんですけどね、まあ、本当に助かりましたね。まあ、助かったんですけど、まあ、うつ病の改善とかには当然つながってないわけですよ。まあ、その時本当に調子悪かったし、まあ、薬がねあんまり効かなかったんですよね。当時その処方されてた薬があんまり効かなくて、でなんか病院には一応なんとかギリギリ行けてたって感じなんですけど、毎回タクシーで行ってたんですね。もう電車乗るのすごく怖かったんで毎回タクシーで行ってたんですけど、結構遠かったので、なんか片道2000円ぐらいかかっちゃうみたいな。やっぱお金もなくなるじゃないですか。できついなと思ってる時に、なんか2回目か3回目病院行った時にちょっと栄養失調気味って言われたんですよね。まあ当たり前なんですよ。その水しか飲めないし、その上司が買ってきてくれるゼリーぐらいしか食べれないんですよね。当然その外に買いに行けないので、もうどうしてもめちゃくちゃお腹が減った時しか食べなかったんですよ。でやってると、まあ、体重もね、まあ、私の平均体重だって65ぐらいなんですけど、当時50キロ前半ぐらいまで落ちちゃってガリガリになったわけですよね。でまあ栄養失調って言われましたってなって、それも一応その病院側は会社に報告したみたいなんですよね。で会社から電話かかってきて、もうちょっと帰りなさいと、実家の方に帰りなさいと、その実家に一回帰ってゆっくり休んでくださいっていうふうに言われたんですよ。で今の私だったらちょっと考えられないんですけど、本当はねずっと帰りたかったんですよね。ずっと帰りたくて、もうなんか名古屋という土地にいること自体がもう嫌になっちゃってたんですよ。その土地がやっぱりいろいろ会社の通勤の風景とかを思い出させるので、外に出たくなかったんですよね。で帰りたかったんだけど、もう今の私から言うとちょっと考えられないんですけど、あの言えなかったんですよ。会社に本当はちょっと実家に帰ってね休養したいんですって言えなかったんですよね。まあ、今の私だったらもうすぐ2日目ぐらいにもうちょっと帰りますわとか言って、もう嫌なことやらないって感じなんで帰るかもしれないんですけど、まあ、当時の私はそれができなくて、名古屋にいればいるほどね症状が悪化していくっていう状態でしたね。で福岡に帰ってきて、まあ寝てね、その実家で静養してって感じになると、まあ、ご飯はちゃんとやっぱ出てくるわけじゃないですか。ありがたいことに出してくれるので、でまあなんかちょっとねやっかみみたいなことはまあ言われましたよ。まあ本当に病気なのとか、ちょっと外に出た方がいいんじゃないのとかってよくあるやつですね。そういうのもあったけど、まあでもやっぱり食事もいいし、自分の好きな愛犬もいるしみたいなね、そういうのがあったりして少しずつ回復していったって感じでしょうかね。まあこうやって振り返ってみるとですね、やっぱすごい病気だったなっていうのが。まあ一番大きいですかね。まあ、今その完全に治ったって言えるかちょっと分かんないんですけど、いわゆるその寛解っていう状態になってて、まあ、薬も1錠しか飲んでないって感じなので、まあその生活にほとんど支障はないわけですよ。仕事もまあこうやって普通にできてるわけなんで、そんなにその支障はないんですけど、まあ、今振り返ってみるとね、よ
方言をなかなかしようがないというか、とにかくね地獄なんですよ。もううつ病というのは地獄オブ地獄で、生きてる間に経験するどの苦痛よりもおそらく苦痛なんですよね。ただなんかこういう風に表現するとね、嘘くさいというか大げさに言ってるだけなんじゃないのっていう風に思われがちなんですけど、まあうつ病を経験した人からすると、うん、そうだねっていう風に納得はしてもらえると思うんですよね。まあ、単純にね、そのとにかく地獄なのに周りの人にあまり理解されないじゃないですか。でしかも自分一人で何とかできるっていう病気ではないんですね。で精神科医の先生に薬を投与してもらいつつ、まあ、カウンセリングも受けて、でやっと治療していくっていう感じの中で、まあ、例えばそれでさ病気が寛解する確率が例えば 98% とか 99% とかだったらさ、まあ、まだいいんですけど、実際そうではないと思うんですよね。まあこれはその正確なデータとかは私は一応知ってるんですけど、知ってるっていうのはその論文のデータとかね、それで見たんですけど、それを言うとちょっとなんかこう絶望しちゃう人もいるかもしれないんで、一応ここでは控えておきますけど、まあその私の YouTube のコメントとかね、その Twitter のリプライとかそういうのを見てると、やっぱり寛解した人の方が割合としては少ないんじゃないかなっていう印象はね あったりします。でこう自分で言うのもなんなんですけど、私みたいな働き方とか、まあ、生き方をしてる人って多分かなり少ないと思うんですね。で私の今の仕事の内容っていうのがサイト運営が一つと、あとこの YouTube が一つと、あと後ろに本とかあるんですけど、そういう作家としての活動が一つで、作家になったことによってその講演の機会とかも増えているので、たまには人前に立って講演するみたいな、そういう感じの仕事をしてるんですね。カウンセラーの先生にはいろんな人にこう注目されたりとか、いろんな人からこうね、よくも悪くもコメントが届くわけですよ。でそういうのってすごい疲れるんじゃないですかっていう心配はされるんですけど、まあそれはね、疲れるは疲れるんですけど、通勤をするとか無駄な会議に出るとかね、その上司になんか無駄な忖度をするとか気を使うとか、嫌な人と一緒に働かなきゃいけないみたいな、私にとってはそっちの方がすごくストレスなので、まあ、それに比べるとかなりストレス少ないなというふうに思ってるんですね。ただ当然その最近インフルエンサーと言われる人たちがなんかインターネットに疲れたとか言ってね、ツイッターアカウント消しますとかインスタやめますとかって人も結構いるので、まあ疲れれば疲れますね。いろんなコメントが届くし、まあ、必ずしもそのお褒めの言葉ではないんですよ。時々まあひどい言葉もあれば、なんかちょっと粘着してきてね、いろいろわわわわ言う人もいるので、まあそういうところはあるんですけど、ただやっぱ私の中ではいわゆる普通のサラリーマンとしてのお仕事っていうのは、まあ、これは本当に人によって考え方人によると思うんですけど、私の中では超非効率的な働き方なので、嫌悪感すら抱いてるっていう感じなんですよね。まあ、この嫌悪感っていうのは自分がうつ病になった、そのサラリーマンという世界でうつ病になったから、そういうちょっと市場というかその勝手な恨みを持ってるっていうところもあるとは思うんですけど、ただやっぱり自分の仕事をするとか自分の名声を高めるとか自分の成果を出すっていうところにおいて考えておいても、なんかサラリーマンってなかなかその自分の仕事を評価されないじゃないですか。チームの仕事だったよとか、上司にね仕事を取られるとかさ、評価を取られるみたいなこともあると思うんで、やっぱ通勤の時間とかもまあ無駄なんですよ。だから30分とか1時間とか、例えば片道通勤するとしたら往復で2時間通勤するわけですよね。その2時間家で仕事できてたらめっちゃ仕事できるんですよ。なんならその2時間で1日の仕事終わるっていうぐらい大事な貴重な時間なのに、いやそれを通勤に使うっていうのはちょっとねみたいな、ちょっと私効率中なところがあるので、効率大好き人間なので、なかなかその働き方としては合ってないよなっていう気はしますね。まあ、本当にそのいろいろ喋ってきたんですけど、当時は絶対治らないと思ったんですよ。もう絶対将来良くならないし、もう絶対いいことないみたいな。だから一応実家にいる時にですね、実家で療養してる時にこれから先どうしたらいいんだってことは考えないようにしてたんですよね。考えたら死にたくなるんで、死にたくなるし、なんか変な行動を起こしちゃうんじゃないかっていう不安があったので、もう考えないようにしてました。でもう親のすねをかじってかじってかじりまくって、親が死んだら自分も死ぬんだろうなみたいな、もうそこで一旦思考を止めてたんですよ。じゃないとそれ以上考えると怖かったので、でまあいろいろ家で好きなことやってたわけですね。アニメ見たり漫画見たりとか、ブログ書いたりツイッターしたりっていうのも実はその好きなことの一部だったんですよ。で気づけばそれが仕事になってたっていう、ね、成り行きがあったりするんで、まあ、結果的には良かったんですけど、まあ、もしそのブログとかツイッターとかが、まあ、この YouTube もそうなんですけど、自分がこれをやってなかったとしたらですね、まあ、おそらくまだそんなに体調良くないんじゃないかなって思うんですよね。まあ、さっきも言ったようにそのサラリーマン的な働き方っていうのが自分にはもうとことん合ってないってことに気づいちゃったんですよ。まあ、その効率的な考え方してるっていうのもあるし、あと少し前に動画で上げたね、その HSP っていう気質、そういうのもあるから、こう人の感情にすごく敏感であったりとか、
物とか音とか光とかね、そういうのに対してすごい敏感で、まあ、神経質なんですよね。そういう神経質なところがあるから、家で一人でこもって仕事してないと結構集中できないとかっていうことがあったりするんですね。だから成り行きとはいえですね、まあ、こういう風になれたのは、まあ、自分とではすごく良かったことなんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ、これからもですね、こう YouTuber としての活動、今は正直言うと一番 YouTuber に力を入れてまして、まあ、その理由はですね、そのずっとブログとか Twitter とか、まあ、本もそうなんですけど、こういろんな発信媒体を使ってね、その生きやすさ情報を届けようとか、自分の考えを聞いてもらって少しでもなんか楽になる人がいればいいなと思ってやってたんですけど、まあ、一番やっぱりね YouTube がいいっぽいんですよね。今のところ私の仮説なんですけど、まあ、一番 YouTube がなんか伝わりやすいというかいいっぽいんですよ。でなぜかというとやっぱ Twitter とか、まあ、ブログもそうなんですけど本もそうですけど、あの文字じゃないですか。で文字っていうのはやっぱり精神的な状態が悪い時に、ね、読むの大変なんですよ。どんだけ分かりやすく書いてても、例えばなんか Twitter の140文字でも読むのきつい時ってあるんですよね。すごい疲れてる時とかっていうのは。ってなるとブログとかだったら1000文字以上とかあるんで、いやまあ長いよねって話になってくるんですよ。そしたら読めないし、なんか理解できないし、それが理解できない自分ってダメなんじゃないかってなっちゃうわけじゃないですか。でも動画だったら、まあ音声でももちろんいいんですけど、あの動画だったらもっといろいろ伝えられることがあるんじゃないかなと思うわけですよね。でよくその私の YouTube にコメントしてくださる方で、あの声が好きですとか編集が分かりやすいって言ってくださる方いるんですよ。で動画って編集でなんかこう画像がポッて出たりとか文字が出たりとかってするので、いろいろその補足情報とかも入れられるわけじゃないですか。で動画って全部混ざってるんですよ。音声とテキストと、まあ、あと動き全部混ざってるんで、やっぱり情報量が多いんですよね。で情報量が多いとやっぱ疲れやすいっていうのもあるんですけど、ただそのあんまり考えなくていいじゃないですか。皆さんがその本とか読まずに映画とかドラマとかアニメが好きなのは分かりやすいからなんですよ。だってその文字だけの情報だと、なんかそのニュアンスとか雰囲気とか温かみとか冷たさとかね、そういうのってこう自分の中で保管して考えないといけないんですね。筆者は今どんな気持ちでこれを書いてるのかとか、この表現はどういう意味があるのかとかっていうのを考えないといけないんですよ。でもそれを文字じゃなくて、例えば喋ってるとするじゃないですか。喋ってるとすると声の調子とか、あの表情とかね、体の動きとかを見て、口ではこう言ってるけど本当はこうなんじゃないのみたいなとかね、そういう想像がやっぱできるわけですよね。なんでそんなに頭を使わなくていいっていうところがあるんですよね。で私のモットーとしては、もっと手軽にその生きやすさ情報とか、まあ、メンタルハックであるとか客観視っていうのを身につけていただきたいっていうふうに思ってるので、まあ、その中で言うとその Twitter っていうのは確かに結構手軽なツールではあると思うんですけど、まあ、やっぱり YouTube の方がね、まあ、いいのかなっていう感じは最近はつくづく思ってたりはしますね。なので一番その YouTube に力を入れて、まあ、毎日できるだけ更新するようにしてるって感じになってますね。っていう感じで、まあ、ちょっとなんかいろいろ喋ってるとね、その喋りたいことがいろいろ出てきてて、ちょっと今回の動画結構わちゃわちゃしてると思うんですけど、まあそのうつ病の診断からね、まあ、5年経って現在の心境ということで語ってきました。まあここで言いたかった一番伝えたいメッセージとしてはですね、まあ、結構やっぱ長い間治療されてる方って多いんですよ。まあ、2年とか3年とか、もしかしたら私よりも6年、7年、10年やってますみたいな人もいると思うんですけど、まあ、どこでどう変わるか分かんないっていうところなんですね。そう、私は好きなことをやり始めて、まあ、Twitter とかブログとかで好きなこと書いてたら、なんか意外とそういうのが向いてるっていうことに気づき出して、まあ、ちょっと力入れるようになったら、結果が出てきて、やっぱ結果が出てくるとね、その自信もつくし、精神的な状態もちょっと良くなってきたっていう感じなんですよね。で最終的には寛解して、でしかもそれが仕事になってるっていう感じの、まあ、ラッキーパターンではありますよ。恵まれてたって言われてもしょうがないかなと思いますけど、ラッキーパターンの中で、まあ、でもきっとなんか私だけじゃないと思うんですね、こういうのができるっていうのは。まあ、必ずしも YouTuber とか作家とか、まあ、Twitter とかね、そういうどういう形に収まるのかっていうのは分かんないですよ。もしかしたら Instagramer になるかもしれないしみたいな感じで、まあ、どういう形でその社会復帰するかっていうのは本当に分からないですし、どういうタイミングでうつが治っていくのかっていうのも全然分からないんですよ。だけどそのうつの状態が悪い時って結構いろいろ自分に制限かけちゃうんですよね。自分はこの程度だからとか、でうつ病だからこんなことやっちゃいけないんじゃないかとか思ってやらないとかってことがあるんですよ。本当はやりたいのにね。で私も SNS すごく普通に好きだったので、当時はね、でやりたいっていう気持ちがあったからやろうとしたんですけど、やっぱり医師には止められたんですよ。いやー SNS はちょっといろんな人と関わるからね、君の精神的な状態を悪くしちゃうかもしれないねみたいな感じで、まあ、やんわりと否定されたんですね。まあ、でも僕はやりたいと思ったからやりました。で結果的には良かったんですよ。まあ、もちろんやりたいと思ってやったら失敗したみたいなパターンもあるんですけど、でもやっぱり自分のこの気持ちとか心に従ってね、動いてやっていくっていうのも、
私は大事なんじゃないかなって思うんですよね。もちろんそのうつ病だからやんない方がいいことっていうのもあるとは思うんですけど、ただそれは一般的な話であって、あなたや私にね合うかどうかっていうのはね、まあ、正直わかんないですよね。まあ、なので今後もですね、まあ、あいつはうつ病じゃないんじゃないかとかいろいろ言われてるんですけど、まあ、そんなのは無視してですね、やっぱりその応援してくださる方っていうのもいるので、今後その YouTube でいろいろ発信していくので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでですね、まあ、ちょっとよくわかんない感じでしまってきましたけども、今回はこんな感じになります。ありがとうございました。